どうもー、浅見ゆまです。ハロー、日誌です。なんて言った今。浅見ゆまです。浅見ゆまね、はい、あそうそう、なんでそれが出てきたの。はっきり言われたすみません。はい、11月13日でございます。ございます。はい、うん、いや、福島県結構一進一退がね続いてるんでね。うん、そうね、ほんとね。いや、もう早く大きくプラスになりたい、バカーンって感じたい。うん、うん、まあ今日は多分北東の層を打つかもしれないけど高いんでね。うん、いけることもあると思うんだね。そうかもしれないね。はい、うん、楽しみにしたいよ。うん、うん、いや、僕北東の層で全然出たこと、2万発以上多分一撃で出たことない気がするんですよね。結構打ってますけど、うん、まあ、なんかツイッター見てるとね、4万5万とか出てるやついっぱいいるよね。うん、いっぱいっていうか、まあそこそこいるよね。うん、体感したいね。はい、刺激5万とか気持ちいいだろうね。うん、今日の目標お願いします。今日の目標、うん、今日の目標は、そうですね、寝言で叫ばない。すごかったですよ、昨日の叫びは。本当にすいませんでした。僕は全く記憶ないですけど、うん、あの戦ってたのを覚えてるから。何かと戦った、めちゃくちゃいろんなやつと戦ってた。うん、ドラクエにしすぎですね、これは。多分そうだろうな。失礼しました。いきます。いきます。はい、どうもこんばんは。こんばんは。11月13日の結果報告をしていきます。はい、いきます。はい、今日はですね、まあ、1店舗目に、うん、一昨日打ったお店で打ちに来ました。うん、はい、打ったらさすがに覚えてますよね。今日、一昨日、あ、今日、今日、はい、今日は覚えてるよ。はい、あ、さあ、まずまあ1店舗目ですね。今日2店舗行きましたけど、はい、1店舗目の、最初が北斗無双ですね。はい、うん、はい、で北斗無双打って、はい、釘ちょっと微妙じゃねえなって、うん、店を変えました。だいぶちょっとまあ話早くなっちゃったんですけど、そうですね。え、あ、あと刑事執行持ちましたからね。執行？え、打ったっけ？え？今日？今日。いつ？え？店移動する前。はい。打ったっけ？え？嘘でしょ。記憶がね。すげえな。僕も言うても記憶力もないですけど、ねえ、打っただいぶ覚えてますけどね。すごいですね。うん。じゃあ僕が今日言いますね。はい。無双打ちましたまず。うん。で、まず朝一ちょっと。まあ、出遅れたっていうか、もともとまあそんな急ぐ必要ねえだろっていうことで、うん、余裕かましていったら、うん、もういきなり北斗無双ほぼ埋まってる状態でだったな。狙ってるにもかかわらず、うん、だからもう釘をしっかり見て選ぶことができなかった、うん、っていうのがまず反省ですね。うん、はい、で、まあ、常連さんが、まあ、20ぐらいは 回るよっていうね、僕に声かけて教えてくれたんですけど、うん、はい、ただまあ僕の代は 19.5 ですね。まあ、もうちょっとだったかな。うん、西村さんはあんまりなくて。なかったね。そう、17.5 とかだったかな。あ、うん、まあ、プロはね、結構19でも行くよっていう人多いんですけど、うん、僕は正直21は欲しいなっていうふうに思ってるんですよね。うん、あ、はい、まあ、今日は特にね、現金で途中で追っかけてたので、うん、はい、でその後ほ、四国、うん、刑事四国打って、それもそこまででした、うん、はい、うん、そうは言ってるのに、思ったより回らないというね、うん、全然前回の反省を生かせなかったという感じでございます。はい、でこれ、それ1店舗目でちょっと話したいテーマが2つあるんですけど、うん、はい、まず西村さん、北斗無双多分打ったことあるのかもしれないですけど、うん、ちゃんとね、電サポとか意識し始めて打ったのは初めてだと思うんですけど、だね、北斗無双の電サポと、まあ刑事四国の電サポどうですか。あ、刑事打ったな、そういやな、そうだ、あの、うん、電サポ、はい、まあ、北斗無双の方は、うんうん、あの ST 中120回走り切って130の落としたっけ、130か、はい、30、まあ、走り切ってで、うん、まあ、止め打ち駆使して、うん、まあ、20から30玉ぐらい増えたかなっていう、そんな感じでしたね。全然十分ですね。
うん、はい、あ、それはよかった、はい、でもなんかあれでしょ、1回転 0.5 から1玉ぐらい増えるのがまあ相場っていうか、うまくやったらそこに増えるっていう、そうですね、うん、もうちょっと努力しなきゃいけないって思ったんですけどね、うんうん、で、なんだっけ、刑事、はい、刑事はまあちょっと減るって感じだね、馬皿が、うんうんうん、ちょっと隙間できたなぐらいな感覚でした、はい、うん、減らしちゃったなって感じですね、うん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 、まあそうですね、まあでも北斗武装と刑事漆黒の止め打ちを覚えれば大体どの台でも大体適用できるようになってくるので、へえー、あ、そうなんだ、はい、そういうもん、はい、うん、まあ、簡単なのはね、3個打ってとか、うん、なんかのタイミングで止めて、なんかのタイミングで打ってっていうのが簡単ですけど、うんうん、まあ、北斗無双は、5回と6回解放を単発散らわせていくっていう感じ、うん、はい、2つだけ、うんうん、漆黒はまあちょっと結構臨機応変な止め打ちが必要になってくるんですよね。そうね、うん、100回転超えたら帰るとか、まあ、うん、あとまあ電池減りそうになったら、うん、ちょっと多めに打つとか、うん、保留多い時は一発打ちでもいいとか、うん、まあ、ほぼ減る前提ですので、はいはいはい、ちょっと考えながら打っていかないといけないという感じですね、うんうん、はい、まあ僕も横で見てて、まあ上手くなってるのはすごい感じるし、上達スピードも速いですけど、うん、全然もっともっと極められるなっていうふうに思うので、うん、はい、そうね、刑事なんかまだ全然ね、まばらだったもんね、うん、あのタイミングできない、そうですね、うん、はい、でもうちょっと精進できるね、うん、うん、そうですね、うん、これから冬ソロの生地とかになるとね、パターンが3つあったりして、スピードもね、もう北斗無双の比じゃないぐらい速いかってするのでそんなか、かなり混乱すると思うので、あっさん、はい、時間かかったって言ったもんね、覚えたね、こんなに時間かかった気しないですね、冬ソロの生地は、はあ、まあ、逆に楽しみだな、そんなに難しいやつがあるんだよね、パチンコの日本ランキングがあるとしたら僕は100位に間違いなく勝ってますから、ちょっと控えめに言っても、うん、その僕がってことってわけですから、はい、うん、はい、ですね、はい、で1店舗目、もう一つのテーマが、ちょっと反省しなきゃいけないことがあったんですよね、うん、うん、その何かっていうと、ちょっとまあ2人で合わせて、何発ぐらいかな、多分7000発ぐらい持ってたんですよね、うん、はい、ただチョタマは7000発2人で合わせて持ったにもかかわらず、うん、僕のカードに500玉、西村さんのカードに約6500玉入れてたんですよ、うん、はい、で今日の店は1日上限が2500玉までしか借りれないんですよね、うん、あの共有はしていいんですけど、うん、だから、2人合わせて本当は5000玉引き下ろせるのに、それが引き下ろせなかった、うんうん、だから現金を早めに入れなきゃいけなくなって、ちょっと損しちゃったと、うん、はい、そうね、ほんとそうね、うん、これはちょっといけないミスだったなと、ちょっと確認不足だったなと、うん、いうところが反省ですね、うん、うん、2000発多くね、打ちたはずだもんね、そうですね、約ね、そうすれば1玉4円じゃなくて 3.63 円で借りれるので、うん、はい、今までね、結構地方はほぼ無制限が多かったんですけど、ちょっとそういう感覚でいたのと、まあ、ちょっと福島入って知り合った人にちょっと、無制限で降ろせますよみたいなことをちょっと聞いたので、ちょっとそれを鵜呑みにしちゃったっていうのがね、いけなかった、ちゃんと確認しなきゃいけない僕の完全ミスでございます、はい、です、うん、で帰りにまあもう一店舗ちょっと預けてるお店に寄ってったんですけど、まあそこでチェックして、あんまりまあ打てそうな状況ではなかったと、うん、釘がね、うん、はい、で、まだ西村さんが行ってないお店で、僕がホールチェックした中で良さそうなお店を行ったんですよ、うん、そうしたらそこの状況が良かった、うん、はい、良かったね、うん、本当に良かったね、はい、今日特定日じゃないですけど、やっぱりへその開け方も全体的に、うんうん、今日1店舗目で打ったお店と同じぐらいだし、うん、ただ1店舗目はへそ以外の釘を潰すんですよね、うん、でもそこの店は結構そへそ以外の釘は結構綺麗な釘をしてたので、うん、まあ無調整のような感じの、うんうん、かなり打てそうな台があってね、はい、です。で僕たちは岐阜堂々打ったの覚えてますか？覚えてます、さすがに覚えてます、はい、超楽しかったもん僕は前ね一緒に言ったの1日だけですけど、千葉さんと言ったのが、うん、その時は
僕一人がずっとラッシュパック履いて歌って、あだったけど、西村さんは1日で1回ぐらいしかラッシュ行かなかったっていう感じだったんですけど、今日は真逆な展開になって、うん、西村さんずっとラッシュ入って連チャンしてっていう感じで、うん、また入ったよみたいなね、なってて、うん、楽しかったです、非常に、はい、うん、言っても僕最後1万6000発出たんですけどね、最後の最後に、ね、うん、閉店、ほんと閉店取りこぼすかギリギリまで打って、うん、うん、はい、いやすげえよ、うん、今日は良かったですね、良かったですね、うん、でそこの店ではもう2人で出たまま論会できたんだ、うん、いくらだ、あ、2万5000発ぐらいできましたね今日で、うん、はい、上出来ですね、はい、まあ大体ね、半々ぐらいには、あそこもね、2500玉もちゃんと僕勉強して学習しますから、はい、カード半々にぐらいに分けて、うん、来たので、うん、今後2500玉ね、まあちゃんと引き下ろせるようになってきて、有利に立ち回れるんじゃないでしょうかですね、いや、いい店舗ほんと見つけましたね、うん、よかったよ、マジであれいいと思うな、うん、うん、いろんな台が出そうじゃん、しかもそうですね、今回岐阜がね回ってて打てたぜって話だけど、はいはい、それ以外にもね何台かもうほんと6、7機種ぐらい、うん、僕が見てる感じだけど、うん、ね、打てそうだし、マッツンさん見てますか、マッツンさんコメントくださいちょっとあのコメントくださいって、あのなんだ清流物語のめちゃくちゃいい台があったんですよね、うん、めっちゃ空いてたねあれね、そう空いてるし、しかも技術力でかなりね、うん、まあ差別化できるので、うん、一般人と、はい、うん、やっぱりただ僕実はまあこれだけないし、清流物語でねこんだけプロが狙ってるにもかかわらずまだ試したことないのでねちょっと、うん、行くべきなんか、まあネットで調べたらそこまで難しいと知らなかったんですけど、うん、はい、3パターン使わければいいだけなので、うん、はい、うん、まあまあそれを考えつつ、ここ立ち回っていきたいなと思ってます、うん、はい、で、これからの立ち回りなんですけど、うん、そこは、まあ、2500玉までなので、うんうん、まあ、なるべくまず西野さんに来てもらって、うん、2500玉を使っちゃってもらいたいですね、うん、で、共有は OK なので、うん、使ってもらって、まあ、西野さん一緒に打つなり、時間がなくて編集したいよっていう時は、うん、戻ってそう、ね、してもらうっていう立ち回りがいいですかね、がいいと思うね、うん、だから あれだよね、なるべく俺も、まあ、仮に動画編集しますと、はいはいはい、どっかのタイミングに抜けてね、うんうん、で場合は、なるべく朝早く稼働して、うん、持ってる2500発で、まあ、持ち玉はなるべく作れるようにするタイミングを増やして、うん、っていうイメージだよね、そうですね、うん、まあ使い切ったら使い切ったで、まあ、編集するなり、うん、現金かカラコちゃんの出玉使うかっていう話になるからね、そうですね、うん、OK です、はい、まあ、なるべくちょっと玉内で稼働できるようにしていきたいなと思ってます OK です、はい、そうしましょう、はい、うん、いやなんかね、まあ旅してですね、今日1店舗目でなんかがたいのいい方がね YouTube 見てくれてるんですかね、あのなんか全く知らないの話しかけないですよね、普通知らない人にね何を見てるかちょっと、まあ僕が聞けばよかったんですけど、はい、うん、いやあの聞けなかったので、あのただいろんな情報教えてくれたり、お茶もくれたりとかして、ね、よっぽどよっぽどいい人、なんかいい人そうでしたよ、めちゃくちゃ、うんうんうん、いい人でもありそうだったよね、土産の状況を教えてくれて、うんうん、どんくらい回って あそこの店はいいよとか教えてくれたりとか、うん、かなり専門知識もたレベルの高い人だと思います、うん、いいですね、うん、で、ツイッターでね、あカラコさん出玉対決しましょうっていうね、先ほどメッセージもらえたりとか、うん、はい、あとまあね、お店にどこで売ってるんですか、会いに行きたいですとかね連絡もらったりして、うん、ちょっとありがたいなと、はい、いいですね、はい、嬉しいですね、はい、うん、疲れてますね、むちゃくちゃ疲れてるびっくりするぐらい疲れてるよ今のこれもうなんだろう、もう、はい、とんでもない、うん、この気だるさ、うん、何なんですかね、分からん、まあ疲れたんだと思うけど、普通にあれだよ、もう北斗無双も漆黒も、うんうん、あの止め打ち大変じゃん、
まあ慣れてないとそうですよね。そうそう慣れてない最初は。うん。それなわ。神経使いますもんね。うん。ずっと見てたもんな。うん。それか。すっきりした。うん。それでした。理由は。うん。はい。まあね慣れてないことをやれば始めればそうなりますよね。まあそうね。うん。ドラッグもやらないといけないですもんね。うん。大変だよ。大変だ。忙しい。はい。動画編集できない。ドラクエ忙しくてドラクエやめてくださいドラクエ進みすぎでしょちょっと横で見て僕分かりますけど、うん、すげーですねでもまだメルビンは仲間になってないんで、うん、メルビンなかなか遅いですからね仲間なのね結構後だよね、うん、はい、はい、そんな話ですはいちょっと明日も頑張りますはい頑張りますはいバイバイチャンネルドラクエしてね Thank you.